元気に夜投げやっていくよ。前回の成果は、ダンジョンを超えたこと、そしてまた新たなダンジョンがこんにちはしたことだよ。カウンターに座ってる女がいるだろ。あいつら線の塔から来たって言うんだぜ。わい、同じような境遇の方がいらっしゃったのね。なんかこの酒場平気で人身売買してません？夢の世界の闇は深い。うむ、誰か私を信じてくれる人はいないのか。私は信じますわよ。私は数週間前にこの町へ螺旋の塔から来た。だが皆が私を笑う。そしてこの町に出口はない。わかりますわかります。ところでどうして兵士たちは町からの脱出を阻止するんですかね。人身売買といい移動不可能といい北丸線みたいなところだ。入れる。入れない。目の前にアイテムあるんだけどな。その後うろうろして、お墓を調べようとしたその時、なんとお墓の下に遺跡があったのだ。カタコンベかな？しかし、その中には特に目を引くものもなかった。そんなもの持ってないです。これはまずい。あ。はいはい、後回し後回し。行けるとこから行くべーよ。人だね、殺します。私は墓守のアンダーソンです。あなたの管理されてるお墓、地下に遺跡があってクラゲ湧いてますよ。地下は私の管轄外でして。こうして仕事はたらい回しにされる。会議は踊る、されど進まず。この人も来訪者っぽいけどな。でもまあ、今の生活に満足してるなら言うことないね。グダグダしてるだけなので加速。それは、お城の図書室を調べてる時だった。あっ、どこかで見たぞ、こんな感じのステージ。許してください、何でもはしませんが、靴ぐらいなら舐めます。モヒカンかけるか炎放射器とかマッドマックスでしか見たことないんですけど。なんかこの魔法陣進んでね、ついに魔法陣も闇落ちする時代になったか。やっぱり、明らかに中央通ってるのにダメージがないや、直接攻撃かと思ったけどそれも違った。こっからかよ。図書館は無視して先の方に行くよ。ご主人様、椅子ぐらいおかけになったらどうです？腰痛じゃ。なるほど、それは仕方ないですね。あれ、ここ隠し通路じゃね？メイドさんが言ってた隙間風とはこのことだったのかな。例のギミックなので早送り、あ。そんな夢を見たの。これ超えるだけで一体何部かかるんですかね。嫌な予感は当たるんだな、これが。なんかイカれた奴がやってきた。見逃してくれよ、頼むよ。あいつらついにワーク機能解禁してきやがった。ただの作業なので早送り。謎解きというほどのものではない。ふざけんな、この野郎。俺のドライビングテクニックでかわしきってやる。あれもしかして引っかかってらっしゃる？またボス戦かよ。なんかこのエリアのボスには魔法陣つかねんだわ。なんも喋らんのかい。掃除の時間だわ。まずはおもてなしが先なんじゃなくて、今見たらダメージ入ってるんだけど、何を思ったか積んだと判断し戻ってしまった。このアホ。さっき初めてメイドさんに会った分岐を追えに行くよ。何回死ぬねん。ここに来てカードキーかよ。宿に行く前に、ちょっと寄り道に来たよ。武器に使うブラスが足りない。その心中の鍵くれないか？うわ、ここ分岐臭いな。鍵がお酒になっちゃった。お酒渡しに行くついでに、来訪者さんに話しかけに来たよ。なんとこれをしないと積んでいたのである。綺麗な衣か。何に使うんだろうね。
酒渡したのにただの実績しかもらえなかったよ。今回はここまで。